というわけで、わざわざ峠の茶屋まで来てもらいました。真剣勝負はもう慣れっこだけど、こうして誘うのは勇気がいるのね。勉強になったわ。バテレンのお祭り、大いに結構。こうして親睦を深められるのなら大歓迎ってものよね。はい、そういうわけでこれ受け取って。私みたいな荒くれ者に愛想尽かさず礼儀正しく付き合ってくれる君に感謝の気持ちです。うどんです。そばもいいけど、やっぱり厚物はうどんに限ります。大抵のことはうどんに学べば見えてくるものです。剣の伸びとか粘りとかコシとかうまみとか。なので君も強くなりたかったら、お米と魚とうどんを食べるべし。今度時間を作って手打ちにするのもいいな。うん、手取り足取り教えてあげましょう。って前振りが長かったわね。ささ、食いねえ食いねえ、団子食いねえ。この日のためにダヴィンチさんにいっぱい素材を売ったからね。お姉さん奮発しちゃうぞ。もちろん自分の持ち物を整理しただけだから、マスターは気にしないで。私、誰かの代わりに戦うのはしょっちゅうだったけど、誰かのために財布のやりくりをするとか初めてで、本当にうまくできるのか、君に迷惑をかけないか心配だったけど。でも美味しそうに食べてくれるのが何より嬉しい。健康一滴、勝負に出てよかったわ。お団子も美味しいし、君の笑顔も最高だし。また来ようね、私の主殿。